こんにちは、こんばんは、イノポンです。本日は特別講習です。本日のお話は、球をまっすぐに出せる、フォームを簡単に作れる方法についてお話します。B 級の方は、一生 B 級ではなく、コツをつかめば、あっという間に A 級になっていきますが、努力だけでは年数がかかります。結構な試練があります。イノポンが苦労をして、 考え出したコツを内緒なのですが、お話ししていきます。b 級脱出のフォームは、こうすれば簡単にできます。素直に球を振る方法です。関節に無理なく楽に振れますので、まっすぐ Q が出せるのです。振るコツをお話しします。まっすぐに出せれば、ビリヤードは楽しいものになります。NEXT も完全制覇できるのです。 ビリヤードフォームが一番大事なのは皆さんもご存知いただいていると思います。ではいつも通りよくわかるアナウンサーさんお願いします。本日もよろしくお願いします。今日はまっすぐつくための特別講習です。球をまっすぐにつける方法と今までお話しした重要点をひとまとめにしました。では早速。 お話ししていきます。後ろから見た、イノポンです。腕を一周する動きですが、スリ3クッションでは胸を張り、脇を締めてつくのですが、ポケットでは肘の高さがいるために、肩の位置を少し前に出して、肩甲を外し腕が回るような高さを作るのです。腕を振り上げていますが、 30度ほど横に振り上げると自然に関節になじみますが体に向かってまっすぐに振ろうとすると肘から下の手の動きが変な方向に行くのでよくありませんでは斜め左方向に振ると関節に違和感なく触れます左手も少し右に上げるといろんな方向に曲がります普通に動くのです では関節に、無理のない自然なフォームにしていきます。右足を少し突っ張りながら、左足を半歩前に出します。次に、股関節を使うための、形にする足の向きが、重要です。では、腕を振る角度は、かがんだ状態でも腕の振る角度は、立っている時と同様に、自分の胸の方に自然に振ります。 ただし映像では分かりにくいのですが肩視点と肘視点は球を突く侵入角度と軌道角度に4度の違いがあるのです後ほどお話ししますフォームについてですがまっすぐ突くためには関節に無理をかけないフォームが良いのです映像では正面に構えず左に構え 腰を後ろに引く形です。肘のみで球を突くと、素直な球になるのです。ただし、左手の置く位置が、非常に重要なので、腕の振りの角度に比例した、場所に置き、肘でつくなら、さらに4度足した、場所に左手を置くことで、素直な急出しになるのです。ビリヤードをする人々の関節が、 一番扱いやすい角度なのです。すべての人々がそうなるわけではないのですが、99.35%はそうなります。詳しく説明していきます。では、4度の違いについてお話ししていこうと思います。上から見た、肘関節の運動です。9を持つ1の腕です。手のひらを横にして、通常の動きにしてみます。 ほぼ、まっすぐ上げれます。しかし、球を持つ形、手のひらを縦にすると、まっすぐ上がるようで、上がってないのが見てわかると思います。そうなんです。球はこういう形で、持つわけなので、関節は、4度ほど内側に振る形になるのです。この4度が、ビリヤードを、難しくしてきた。 原因にもなるのですここで、なるほどねって、思った方は、チャンネル登録、評価を、お願いします。次に、大事な関節の使い方についてお話しします。上半身のフォームの作り方です。下半身については後ほど、お話しします。まずは、上半身のお話です。実は、 一つ目はフォームは絶対前に倒れてはいけないのです。目標物に合わせてブリッジする手を伸ばして構える方法です。誰しもが目標物に手を伸ばすのが普通なのですが、これをやると肩が回りつく軌道の方向が変わるのです。構えにくい関節に逆らったフォームになります。手は伸ばしてもいいですが、 肩の向きが変わらないくらいなら大丈夫かと思います。左肘も無理に置くのはダメです。同じように前のめりになりやすくなるのです。イノポンのフォームは1の腕がラシャを触っていますが、この1の腕がこれはわざと置いているのではなく左に構えることで自然に左腕がラシャに固定されるのです。 固定されれば安定したショットとの大きな関係を生み出すことは紛れもない事実ですが無理やり肘を置いているのではなく左に構えると自然に置けるようになりますまっすぐに構えて肘を置くのは NG です動画で説明します悪い例です体の前に手玉がいるとします股関節を使いながら 真っ正面に構える方法です。真上から左手が降りてきます。わざと体の正面に向かって構えてみます。突こうとすると軌道方向が関節に逆らって構えていますので、まっすぐには触れないのです。曲がっているのが見えていると思います。これではダメです。つくみちゃんに走ってもらいながら、 腕の関節の動きについてお話ししていきます。人々の腕の関節や肘の構造上、無理なく動かすには、腕の動きの関節は、楽に動かすには、右手は少し斜め左、左手は少し右です。少し内側にすることで楽になります。意識して走ったことがないと思いますが、 どの方向に振ったら無理なく振れるのかを意識すると走るときにその人の腕の動きがわかります。そして肘支点でつくビリヤードの肘関節はさらに4度内側に動くのです。ですので目標物にまっすぐ構えるとうまくいきません。少し左に向きながら右の股関節を使い 低いフォームになりますが、その姿勢の中で、右腕が楽に振れる、無理がない方向があります。人それぞれ少しは違いますが、走るときの形がそうです。そして右肘視点で突こうとすると、腕の振り方より少し内側になります。人々の関節はそういう風になっています。球の方向がさらに気持ち、 少し左に入るのです。ここで大事なことは片支点より肘支点でつく方が球がさらにまっすぐに入れれるということです。もう一つ大事なことは Q がまっすぐ触れる方向上に無理のない左手がないとまっすぐがつけないことになります。右左手の関係を考えながらフォームに入るのが良いと思います。 ご覧の通り、左斜めに構えるようになります。そうすると、股関節がうまく使え、顎が急にひっつくような、低い姿勢で構えることができるのです。左の肘も1の腕が上がらず、固定されています。このフォームを作るには、特に右足の向きが大事です。足の向きが9に対してそっぽを向いて、構えると、 股関節が曲がる向きに合わなくなってしまうので、低いフォームはできないことになりますので、ご注意ください。両足のかかとを軸に使って方向を変えます。次に、右側お尻を右足の真後ろ方向に、球が出る方向に後ろに引きながら上げます。右足股関節は大きく動き、左股関節は小さく動きます。 右足は突っぱらないようにします。どんな高さの台でも通用できるようにしておきます。体の重心は右足が軸になって回っています。お尻は右足の後ろ側に回してからまっすぐ引く感じです。目標物に手を差し出してしまうのが普通なのです。そうしてしまうと、両肩の肩関節が 右に回るので、球を持つ手が、右方向に振ってしまい、右手の懐が狭くなり、肩でつく姿勢に自らしてしまうのです。こういう形で球を、まっすぐつくのは、至難の技です。球を振る懐の話です。前のめりになっており、手を伸ばしてしまうと、難しく自分でしていると、いうことになります。 画像の通り、肘が動く範囲、つまり、懐の行動範囲は狭くなり、小さいストロークしか、できなくなります。これでは、球を突くと肩でしかつけなくなり、球も出なくなってしまうのです。自分で、ビリヤードを難しくしているのです。ではこれを直して、大きくストロークするために、画像の通り、 右股関節の形を使いながら、右足の位置はそのままで、右のお尻を真後ろに引きます。球の方向の直線上に引く感じです。ご覧の通りです。この際、足の向きの形が重要です。右に開きすぎていると、人間の股関節の構造上、後ろにはお尻はいかないです。ご覧の通り、フォームしている。 体の軸はまっすぐだけど、重心を後ろへ傾ける感じです。股関節も少し使いながら、上半身フォームは変えずに、この時、お尻は急出しの方向に引くのがコツです。もちろん、急でつくストローク分は、お尻を引いた分、両足の位置は前に出て、ストローク分の長さを合わせます。 右足の膝は伸ばして構える癖をつけると台による高さの変化に対応できないので注意してください。ご覧の通りストローク幅が大きくなりました。左手の置く位置も大事です。では左手をどこに置けば良いのかを映像で見て判断していきます。問題の映像です。突く方向は 左方向に球を振っています。しかし、左手の置く位置が違うので、Q がまっすぐには、振れないです。右手のストロークする軌道の直線上にないと、ダメです。左手の位置が右側になると、Q は自分がつく方角ではなく、内側に入っているのが、わかると思います。では、次は、左手を、 さらに左に持っていくと、先ほどとは逆に円を描くように振ってしまうのです。左手は球の軌道上で、肘支点でつく、ちょうど良い場所に置かないといけないです。肘支点でつく方法です。解決策です。脇は少し開けるのです。球を持った形は、手玉に対してまっすぐに構えるのではなく、 左に構えているのがわかると思います。腕の肘関節を使う方法について、一番あなたに合った振り方をお話ししていきます。右肩関節には肩法もあるので、まっすぐ肘支点でつくには、脇をしっかり開けてから、肘を持ち上げ、その開けてあげた肘を形を変えずに、少し内向きに入れます。 入れすぎると、肩法に肩が入っていくので、低くなってしまうので、低くなりすぎると、肩支点でつく要因になるので、注意です。低くなる寸前の場所で、球を安定させるのは、良い場所です。この時、Q の軌道上に、左手を置き、気持ち、下に押さえつけてストロークします。 そして左斜め、自分の右の胸の方に振り出せば無理なくまっすぐに振れるのです。この時、頭の位置より肘が上になるように構えます。左手の置く位置を9を振る軌道上にしっかりここだと認識することでさらにまっすぐがわかるようになります。 ここからが本題なのです。あなた自身が体感できます。ぜひ、やってみてください。では、今までの知識を持ったまま、Q を持って、ヘッドラインの位置に来ます。ヘッドラインの線に、沿うように、球で、ストロークします。何気なく、いつもの通りに構えてください。そのヘッドラインに沿って、 何回か、ストロークします。これで大体は、まっすぐ、ヘッドライン線に沿って触れるなって、思った後で、実はよく見ると突き終わりが、肩で突く人は、少し右に向いているのが、わかると思います。脇が締まって突くと、4度ほど右に行きます。次に、そのままの形を崩さずに、動画のように、 右足重心のまま、左手と右足かかとを軸で30度から40度くらい、左に回転します。どの数の違いが、人それぞれによる関節の違いを、カバーできます。では、振ってみましょう。ストロークは後ろに引くのではなく、後ろから前に行います。するとどうでしょう。左手は、まっすぐつくときには、 伸びて、一の腕も離れていたのに、左に回すことで伸びなくなり、そして一の腕、腕の下はしっかり、ラシャに固定されているではありませんか。そして、九は関節に逆らわない、素直に触れるようになっています。イノポンが教えてきた570人のうち、568人は日本人の99.35%は、 まっすぐが振りやすくなったと言います。その人にあった球の振り方が自分の肘関節の向きが分かった瞬間なのです。今まではぎこちない突き出しにくい肘の軌道でしたが楽に球が出るのをあなたも実感できたと思います。実はこういう風に構えることで自分の関節をうまく使いこなせるのです。 ここで、なるほどねって、思った方は、チャンネル登録、評価を、お願いします。では実感できた後で、このままでは方向が違いますので、足の方向を球の向く方向に変えるのです。上半身は完璧になったので、下半身のことについて、お話ししていきます。その形を、どんな先玉の配置でも、 先ほど覚えた上半身フォームをキープできれば、どんな球に対しても素直に球が振れるのです。イノポンは常に上半身の形からフォームに入り、配置に対応した肩の位置と斜めに振ることを心がけています。お話ししたことを実践し、自分の関節を知り、つきやすい方角を知り、 いかに、どう捉えて、体の向きを考えてスタンスに入るかが勝負に勝つことへの道にもつながり、プロへの扉にもつながっていくのです。頑張ってください。応援、よろしくお願いします。皆様の腕が向上するよう、いろんなコツをお話ししていきますので、これからもよろしくお願いします。本日も、最後までご視聴くださり。 ありがとうございました。